6日当選した？じゃあ会えますね。光見るのが久しぶりだね。こっちはカクカクしてない、よかった。それならよかった。多分私の画面だけ悪かったみたいでごわす。黒猫さん可愛かったです。にゃんにゃん猫。コスプレ似合うよね。本当？私あんまコスプレしたことなくって、てかないかもしれない、お仕事以外でなんかちゃんとしたコスプレっていうのはないかも。昨日用事があってお買い物したくてドンキ行ったんですよ。そしたらコスプレコーナー見てる人たくさんいて、そっかハロウィンかってなった昨日。ハロウィンだったわ、そういえば。でもなんか今年が一番ハロウィン感なんかなかった。ハロウィンかな、やっぱ公園なかったからかな。クリスマスだね次は。早い。足の骨がめっちゃポキポキってる。鳴らしちゃうよくない、よくない。まあいつしかコスプレしてみたいんですけど、でもやっぱ恥ずかしいが勝っちゃってできないですよね、いつも。なんか今年ののっけた猫はコスプレって感じじゃないからできるんです。パジャマだからねあれ。だからねできるんですけど、なんかガッチガチのコスプレは一回もしたことなくて、いつも見るだけで終わってた。なにこれ、毛糸？わあ、ありがとうございます。バリっていうんですか、やつで編み物してマフラー作ったことありますよ。にゃんにゃん猫かわいい。もうあれ来たらやるしかないっしょと思って。地味コスプレっていうのもあるからね。ねえ秋吉さんのさあ、メガネ曇るやつめっちゃ面白かった。 NMB の8期生オーディションの配信は見てたりするの。さっきさショールームアプリ立ち上げたらオーディションのショールームのが一番上に出てきて懐かしい気持ちになりました。顔なしのコスプレなら恥ずかしくないか。顔なしってなんだっけ。顔なしって何？なんか聞いたことある、なんかのキャラクターだよね。顔なしって何？ああこれか、なんだっけこれ。顔なしってさ何に出てくるやつですっけ。千と千尋の神隠しなのね。そうなんだ、ありがとうございます。千と千尋か、見たことないんだよね。まるちゃんがよくしてたやつ。そうなの、ハウステンボスいけるね。ね、今日知った。公式のツイートで今年ハウステンボスあること知った。あーちゃんは兄弟いないです。ハウステンボスいけるんですけど、カウントダウン参加できないのだけちょっと悲しい、年齢の関係でね。年越しメンバーとしたいさ、
一緒にいたかったなと思うんですけど、悲しい。ジブリはミディシューな感じ、イエス。本当に見たことなくって、あんまりポニョも見たくらい。あとあの思い出のマーニーは友達が映画連れてってくれたから見ました。ハウステンボスは行ったことないんですけど、あのファンの方がよくオンラインお話し会とかで画面つながったらハウステンボスってことが何回かあったんですよね。しかもいろんな方だから、なんか行った気持ちになっちゃいます、勝手に。ラピュタもジブリなんだ。そうなんや。来週だけどハウステンボス行く、いいな。ついていきたい。やっぱオンライン握手だとこう画面がついたらなんかお外とかってあるんですよ。全然なんかそういうのもオンラインならではだなって思います。あとやっぱグッズとか握手会だと身につけられるものしかつけれないじゃないですか。でもオンラインだと後ろにあの飾れたりするから、なんかみんなが持ってないグッズとか見れ、いつも持ってこれないようなグッズ見れたりするのが嬉しいです。昨日めっちゃバタバー。11月のあかりちゃんです。なんかオンライン握手会はなんかみんなの個性が見れて面白いです。個人的にコロナ禍が終わっても終わったとしてもなんかずっとやっててほしいかなって思う。やっぱ海外とかの方はね、日本に来れない時にあの話せるから、やっぱオンラインはずっと会ってほしいなって思うかな。仕事前に行けたりする、確かにね。ハウステンボスやった、やったね。絶対喜んでると思ってた。確かにライブ配信とかもね、これからずっとコロナ禍でなくなってもあってほしいよね。海外の方は頑張っていつも私のために日本語で喋ってくれるのがありがたくて、私ももっと勉強したいなって思うんですけど、なんか申し訳なくなっちゃうけど、私のためにこう違う言葉で覚えてくれてるのが嬉しいです。みんなで年越せるの嬉しい。ずるいね、本当にずるい。早く大人になりたいです。ライブは楽しみなんだけどさ、みんながさ年越すの本当にずるくてさ、許せない。なんでもう、確かに関さんの誕生日当日また祝えるの嬉しいな。花火はまだ怖いの？怖いです。怖いです。本当に怖いです。花火はあのクリエイターズ来てた方ならわかると思うんですけど、1曲目の時に12秒の時にプシューってなんかあのどでかい音鳴ったんですけど、あれ本当に怖すぎて、もう出番直前までずっと耳塞いでました。さえちゃんと一緒に。怖かった。そうだよ。あかりと年越せないよ。光も泣いた。ユナさんとも年を越せないんです、一緒に。寂しいよ、さすがに。みんなと年越ししたかった。本当に大きい音だけはちょっとごめんなさいなので、
花火見るときも耳塞いでしか見れなくて、途中で手疲れちゃうからこうずっと耳塞ぎながら見ちゃう花火は。年分けるけんでらん、分けて一つだけ、え、二つだけ年もらえれば出れるからさ。カラスと花火どっちがマシ？うわー、それ天秤にかけちゃダメよ。お父さんとお母さんどっちが好きって聞いてるような感じ、子供に向かってそれくらい結構どっちも苦手でして、ちょっと決められない、本当に。カラスと花火だけは。じゃあみんなから今年は年をもらって年越そうかな。お化け屋敷は入ったことない、多分苦手てか苦手だから入ったことないですよね。うん、1回だけ友達の学校の文化祭のお化け屋敷入ったんですけど、それだけでも結構ビビったなんか同い年の子がやってるのにさ。カラスとは格闘の日々だね。せやねん、本当に。私のメールを取ってくださってる方はわかると思うんですけど、最近のメールは割とカラスとの奮闘日記なんですけど、この間ね、家出たので、下降りようって思ったら窓越しにカラスと目があったの。もう本当に終わったって思って、カラスって頭いいから目あったらよくさ記憶残るみたいな言うじゃないですか。もうそれを思い出して、わあもうダメだ、私今日学校行くまでにもうカラスにボロボロにさせるとされると思って、もうビビりながら歩いてました。でまあまあなんとか大丈夫だったんです。でも本当にビビって、まあ、友達に会った瞬間にそれを言って、で、まあ、1日を終えまして、で次の日なんか今日ちょっと時間あるから一駅分二駅分くらい歩こうかなと思ったので、歩いたの結果的に。でそれでいつも通る道をこう行ったら、カラスがこんにちはっていたんですよ。でもカラスの横は通れないの。鳩の横なら全然通れるのに、カラスの横だけは本当通れないから、頑張って遠回りして行きました。あーちゃんこんばんは。こんばんは。カラスと出会った日のメール全部愛おしかった、嬉しい、そう思ってくれてありがとう。私のカラスに対する愚痴を吐いてました。水上りみかちゃんはカラスになりたいらしいですよ。理解できないですねちょっと。でもこう来た時にカラスがいて、鳩は大丈夫なのにカラスだけは本当に無理なので。私と同い年なのに同い年と思わん、本当割と年相応だと思う、どうだろうありがとう。友達みんなに話してしまった、本当恥ずかしい。いや本当にカラスって怖いじゃん、なんか真っ黒くてでかくてなんか良くない、うん黒いしでかいしダメですよ。同い年として尊敬してます。本当ですか、やったありがとう。カラスイコール明かりになってる、本当いいような悪いような。あ、そうです、通りもんと HKT がコラボするのを見ます、皆さん見ましたかって言うとさ、見まさんって言っちゃった、見ま聞かなかったことにして、見ましたか皆さん。小田ちゃんが書いてくれたんですよ絵を。だから本当にそれが可愛くて、あのですね、小田ちゃんの絵が早くみんなに見せたいんですけど、お楽しみにしててください。
私も実は通りもんとコラボするの昨日知ったんだよね。48人書いたのすごいね。ねえ、嬉しかった、めっちゃ。可愛かった、めちゃくちゃ可愛かったから早くねみんなが見てほしい。結婚したくて、草結婚はちょっとごめんなさい。いやーすごい上手ですよ。社長に食べられないようにね阻止します。福袋買った？本当？ありがとう。あのいっぱい入ってるやつか、写真が。3日の公演当たったので楽しみですね。月曜からあかりちゃんの配信見れるの幸せすぎん。じゃあ週末までね頑張れるね、これで宗像フェスまで。ハロウィンかぼちゃ食べてないです。昨日だっけハロウィン。あ昨日か、もう記憶が飛んでてやばい最近。声が好き？本当？なんか私可愛い、もっとなんか可愛い子になりたかったなって思ってたところ、ありがとう。年越しで印象に残ってることは特にないです。宗像フェス楽しみにしてて、今日ちょうどねあのね今度リハがあるから練習してました。だから楽しみになった。しかも意外と時間長くない？あれめちゃめちゃ楽しみ。コスプレした人見れた？あ昨日ちょうど車で天神通ってたらいました。一人教えて、教えません。最初宗像って読めた、読めなかった、去年宗像読めなかった。綾川にバレまでの辛抱、みなみな、あの今月ですよついに綾川にバレ。めっちゃ緊張する、頑張ります。17歳とは思えない、いい意味で。本当？それがなんか一番嬉しい。髪がサラサラちんちゃ嬉しいでごわす。カリンがおすすめする HKT の曲ありますか？私あれ好きですよ、2018年の橋だけ、あれ好き。そしたらみんな1ヶ月後は何か知ってますか？皆さん1ヶ月後は何が、何の日だっけ、おやおや1ヶ月後は何の日ですか？そうです、 HKT48 セカンドアルバム発売日ですよ。お楽しみに。でもさまだ何の詳細も出てないじゃないですか。だからきっとみんな楽しみだなって気持ちのお気持ちですよね多分。でもアルバムが発売するからなんかみんなと会う機会がこう写真会とかオンライン握手とかでできたのが嬉しいです。君どこが終わっちゃったらもう終わりかなって思ってたから、またその君どこが終わってもまだあるねって言えるのが嬉しいです。だから楽しみ。
感じ。イエーイ。緊張して画面事故る様子しか。これ事故るって合ってる？星になっちゃってるけど。12月1月イベたくさんすぎて早来いね、会えるね。ねえ、みんながみんなの目がねキラキラしてるのがね文字から伝わってくるよ。やっぱ推しメンに会えるのってさ、頑張るさ、なんか頑張る理由になるよね。あ、今週推しメンに会えるから頑張ろう仕事みたいななれるじゃん。こんな目して見とる、わかる、伝わってくる。なんか楽しみですね、年明けても楽しみが。大晦日のハーステムスは普通に多分高校生だから22時じゃない？法律的に。初にお目にかかるので今から楽しみ。じゃあ初めましてできるの楽しみにしてます。ライブ終わったら俺らのとこで行かせてもらってよろしいですかね。そのね、で出終わった後は HKT48 のオタクとして。ガリッチ充電できたから今日の仕事あっという間やった、よかった。宗像フェスのためにあかりちゃんのお茶作っとるね。えありがとう、嬉しい。オンライン多分まだね応募できる機会あると思うので、あったら来てね。22時あ超えたらやばいよ、連れてかれちゃう。早く二十歳になりたい、なりたい、大人になりたい、早く。あの世間的な一般的な年齢で大人になりたい。ハンステンボスは衣装じゃ寒そうだよね、わかる。でも去年も一応衣装の予定で、あの青のさ、結局あの大晦日の公演の日に着た衣装を本当だったらハンステンボスで着る予定だったから、あれだったらあったかそうと思ったけど、やっぱさ足が寒いじゃん、上は暑いもの着れても足が寒いからタイツ履きたくなる、寒くて。でもなんかこたつ席みたいなあったんでしょ、去年教えてもらったけど、ファンの人に。運転したい願望ある？助手席乗りたい派ですね。わがままでごめん。海辺だからなおさら寒いよ、確かに。ねえタイツ履いていい？なんか普段からさ私服であんまりミニ丈履かないから、ミニの丈履いて外出ないから、ただでさえあの寒さへの耐性が弱いんですけど、でも踊ってたらあったかくなるか、なるか、なるね。多分もうカイロめっちゃ張って踊ることになりそう。免許取ったからあかりちゃんを東京から小田原まで乗せていきたい。おお、いいね。確かに汗ひいたら冷えちゃうから汗は出ないでほしいと思うんですけど、でも私は多分汗出ないと思うので、元々の体質的にね。両親と車でお出かけするときはどんな曲を聴いてるの？基本ワイの好きな曲ばっか流してます、本当にずっと K-POP ばっか。確かにヒートテックあっても大丈夫そうだよね。
ちゃんってバスではどこの席に座る派？空いてる時に座る、空いてるとこに座るからいつもどこでもいいや。はるか知ってるのびっくりした。何の曲だろう、教えてん。ドラマやりがって見ますか？見ないかな、あんまり。なんかイカゲームをね見てみたいんですけど、1話目の途中でちょっと怖くてやめました。私にはちょっと早かった。トヨさんの誕生日動画の曲、あー、あの曲ね。あの曲なんか誕生日の時の動画っての曲って何がいいんだろうと思って TikTok で誕生日曲って調べて出てきて、あ、これいいじゃんと思ったやつにしたから。ごめんなさい、あのその曲が知ってるってわけじゃなかったです、実は。なんか調べていい曲出てきたからそれにしちゃった。あれ、はるかって言うんだ、わからんかった。また一つこれで詳しくなれました。夜遊びさんって方の曲なんですね。あ、そうなんだ。昨日の猫が可愛すぎた。やった。じゃあ今日も乗っけちゃおうかな。どうしようかな。なんかみんなのおかげで詳しくなれることが多くてありがたいです。ジブリも聞く。にゃんにゃん猫可愛かった。眠くてやる気起きない時どうしてる？20分だけ寝る。寝るんかーい。でもね、なんか仮眠って20分がいいらしくて、だから20分だけ寝てよし頑張ろうってなるタイプ。 HKT のメンバーの中で一番連絡取ってる人は多分ね、さやかかとよさんかな。とよさんかも。いやでもさやかといい勝負。なんだっけ、喉乾いた、コンビニ行こう。君冷えたコーラ、めっちゃ聞いた。ドゥ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 、ルーマのアンダー隠して配置いいじゃん。いいよね。そう、トヨさんとサヤカがダントツかもしれない。逆になんかサヤカとトヨさん以外あんまりメンバーとね連絡をねしてない気がする。うん、 LINE のトークを見てるとトヨさんとサヤカと友達と親しかいない。話してるのは。振りで一番苦戦した曲ある？なんだろう、なんだろう、メイクノイズとかかな。でも意外と好き好きスキップのスキップ難かった。最初
日からもばめ取ります。やった、ジュークボックスのステップは今日から。いや、わかる、待って、ジュークボックスかもしれない。めっちゃ今日一でかい声出た。でも本当にジュークボックスのフリーで MV 撮る時のフリーで足がもうついてかなくって、んこれはどういうリズムってなったの覚えてる。さやまるは意外とびっくりした。マジ同期よ。なんかさやかはいい意味で友達って感じがするから、なんか本当になんか JK の会話って感じです。今日はお寿司の日らしいよね。なんでだろう、11月1日。お寿司当て字にしてもなんか違うけど、なんなんだろうねっていうの、なんかよくあるくない、なんで今日この日なんだろうっていうのはある。ジュークボックスが一番苦戦したかもしれん。いやー、なんだろうね、でも思い出せない、なんだったっけっていうの。明かりの日が謎、なんだっけあれ、エジソンが電球をどうのこうのみたいななんかあった。髪長いと踊ってる時自分の顔に当たることないのあるよ。ちょっと髪の毛ない方がいいなって思う時はある。この間のなんかあのここでお団子してさ、髪がこれくらいになった日、あの時本当に楽だった。花さんジュークボックス初めてって言ってたね。なんかでも意外とあの時のメンバー初めて踊る人の方が少ないっていう事実、びっくりした。切っちゃう？切っちゃう？当たっても痛くなさそう、ほんと？でもね、あかりの髪の毛ね、一本一本がしっかりしてるからどうなんだろう。短くて見失った、なんかさ、あの髪型した時はこれもしかして騙せるんちゃうんって思った自分で。なんか遠くからとかだとさ、お団子見えないかもしれないじゃん。だからあ、これもしかしたらちょっと一瞬騙せるのではって思った。短いのも似合うよね。やったー。切るときはオイラの AED 準備してからでお願いします。え、どうしようかな。好きなの？ミディアムとかの長さが。この前メールに載せてたブラウンの洋服可愛かったね。あれね、可愛いよね。なんかあの袖の形がめっちゃ好きで気に入った。大人列車の衣装似合いすぎる。本当？嬉しい。公園出る時の髪型はいつ決めてるの？なんかあれしたいなって髪型があったら結構前から決めてるけど、本当にその日になっても決まんない時はあります。当日のギリギリで決めちゃう。いつ豊さんがバッサリ切った時は疑いの目で見てた確かにあのリセットの時はさすがにびっくりするよね。ブラウン似合う。本当？嬉しい。話しかけてくるアパレル店員さんにはもう慣れたかな。まだ慣れてないです、実は。だから割と事前に明日ここのお店行きたいっていうのを決めて、ネットであこれ可愛いなっていうのを頭の中に入れて、お店行ってパッて見て買うんだったらパッて買うタイプかな。実を言うと意外とね、人見知りなんですよ。
そうよ、さやかとねハウステンボス行く約束しとるんやで。そう、店員さんに話しかけられるのね緊張しちゃうんですよ。はるたんさんの生誕祭のケーキいただいたんですけど美味しかったですよ。メンバーと服かぶったりする？でもなんか最近あんまないかもしれない。私はそう、無駄な買い物しないかもしれない。そう、なんとなく頭にあれ買うを入れていくので。バディの衣装可愛かった。本当？私あれ本当に恥ずかしかった7月のリセットぶり？それはめっちゃ久しぶりじゃん。可愛くなった。本当？なんかそう言ってもらえると嬉しいです。髪染めるくらいなら、染めるならそのちゃんぐらいがいそう。わかる。私本当に頭抱えるくらい園さんのいつも染める色がドタイプで、これ多分唐津号の時も言ったんですけど、園さんの髪色がもう毎回大好きなの。染めましたみたいな言ったらすぐ見ちゃう。17歳になって何か変わった？何も変わってない。ちゃんとお互いよく取り合ってて可愛い専属カメラマンなので。そう、そのさん可愛い。高いところは大丈夫。割とジェットコースターとかの高いところは平気なんですけど、観覧車はちょっと怖いなって思っちゃう。でも乗るの好きだから全然耐える好きなコスメブランドは何ですか？え、なんだろう。でも韓国コスメが多くなるかも。クリオとか。そうね、18歳からいろいろとできるようになるからね。確かに選挙とかありますし、毎日誰かさんが可愛くて頭抱えてる。バンジー飛びませんか？飛びたい。私バンジーは本当にずっとね飛びたいって言ってるのよ。なんか一皮むけそうだなと思って。ネックレスとかはあんまねしない。でもするときはするんですけど、やっぱり首に物が当たるの苦手だからあんましないかな。ビビリだから大丈夫。なんか私のビビリのなんかやつっていうのは、不意に何かされたり、うわーって驚かされたりの方が、驚かされたりが苦手だから、自分からなんか行くとかは全然行けるんですけど、見えないものを触るはさすがに無理だけど、自分からもう飛びに行くとかだったら全然大丈夫けど、なんか後ろからわーって押されたりしたらダメです、さすがに。アトラクション何分までなら待ってますか？ディズニーどっかな。割とずっと待ってるよ。だって待ち時間も楽しいからね。友達とかといたら。ビリワングランプリ出てほしい。心臓に良くないよ。脅かしてみたい。やめなさい。
ディズニー行きたい。なかなか行けなくて寂しいよ。香水は何つけてるの？秘密です。ディズニーの一番好きなキャラいる？ジェラトーニかな。プリンセスだったら美女と野獣のベルが好きです。友達と歩くときに立ち位置決まってる？決まってない。27日はね、私は HKT の10周年公演を頑張るので、横山さんへのお気持ちは託しました。会場に行かれる方に任せます。託します、私の気持ちを。おりゃー恥ずかしい。ウィンクはできないです。本当にできない。託されます、託しました、みんなに。その分あかりちゃんは10周年公演頑張ってきます。いや、めっちゃ携帯がブーブー言う、さっきから。かりちゃんこんばんは。今日の晩ご飯メニュー考えてくれない？うどんいいかな、本当にそれで。寒くなってきたから温めやっていう。ダンスレッスンで知らないうちにできてた傷、知らないうちにはないけど、私本当にあのね、どこだっけな、どこの傷だっけ、ここは見せる、全然痛々しくないから、ここがマジで消えないの。でもなんか薄くはなってきてるんですけど、ここがマジで消えないっしょ。だって覚えてる、4月にできたんです、この傷。半年消えてない、実は。なんかちゃんと覚えてる。家でまどちゃんの卒コンのだらしない愛し方の振り起こししてる時に、どうでもいいプライドのせいでの振りをした時に、こうやってやった時にガリッてやって、そしたら意外と深かったっていう。今でも覚えてる、ちゃんと覚えてるよ。ガッてやっちゃって、もう消えない傷になってしまったんです。痛くて。半年記念だね。ね、記念にしたくないけど記念になっちゃった。あの時は痛かったけど、今は全然痛くないからよかったです。で、あとちっちゃい頃に友達の家の近くで自転車乗ったらこけて、ここも一生見えづらい、ここも一生の傷ができました。悲しい。左腕と左手がもう、このここの傷に至っては小3ぐらいからある。本当にここは治らなかったかな。悲しい。友達の家の近くでこけた。手綺麗、本当？嬉しい。でもなんか指長いって呼ばれる。
ずいぶん集中してる。ほんと左手かわいそうってめっちゃ思う。オクターブ楽勝そう。どうだろう、どうだろう意外といけるかな。花さんといい勝負した。本当でも手でかいのかな、わかんない、どうなんだろうって思う自分の手がでかいのかちっちゃいのかがわかんない。なんか外がすごい騒がしい。指長いの羨ましいです。H、小指はこんなもんか小指はこんなもんか。かりちゃんはなんでそんなに可愛いの。足でかかったらよく身長伸びるって確かに言うよね。私自分の足のサイズが何センチか把握してなくてあんまり何センチなんだろう自分って。やばいかな。医師のプライオリティのところマジで好き。いいよねあれ。でもあそこのねポジションをやったことないと思う。プライオリティって確かねやったことないと思う。なんでママテレビつけたん？びっくりした。急にテレビの音ついたからあっちの部屋でさ。びっくりした。履いてるサイズ覚えてないんだ。覚えてないあんまり。なんか23くらいからじゃない？あ、ママは隣にいるよ。靴買うときどうやって買ってるの？あの SML の展開だからそれでだいたい S とか M かなみたいな感じ。最近ハマってるドラマはないですね。リセット公演まだ再開してんのかな。ねどうなんだろうね。割と平均じゃない足の大きさでやろうか。スニーカーって買わないの？スニーカーはでもなんかあんま滅多に買わないかも。普段スニーカーじゃなくてローファーとか履くことの方が多いから、スニーカーは本当にレッスンの時とか公演の時しかねないからあんま買わないかも。48グループの衣装だと何が好き？あのさくちゃんの卒コンの時に着た花柄の衣装が一番好き。足痛くならないの？意外とならなくて、私の履いてる一個厚底の靴があるんですけど、それはスニーカーより歩きやすい。実は意外とそういうのってねあるんですよ。スニーカーはナイキかな。
ナイキの。でも一番履くのはフィラのスニーカー、白のやつだけど、でも踊りやすいくって歩きやすいなと思うのはナイキかな。そう、砂浜歩いてたやつ、あれ結構歩きやすいのよ実は。そこは良い。朝ウォーキングしてます。いいね。エアマックスが一番履きやすいくて履いてるかな。やばい、目が乾いてる。ニューバランスばっかです。おお、かっこいいやつね。ゴルフいいね。ゴルフすごい。うどん作ります。うどん。男の方だとね、あんまり厚底とか履く機会がねないですもんね。うどん体操、福岡に来て知った。そりゃそうか。関東ではねやってなかったので、こっち来てうどんマップ。うどんやっぱみんなはね知ってる方が多いですよね。やばい、めっちゃ目が乾く。住んどるけどうどん体操しないよ。え、マジ TNC でやってるやつよ確か。8チャンネルでやってる。釜揚げうどん食べたよ。いいね。目が大きいから乾きやすいよね。いやー、そうでもないよ。私多分ドライアイよ。そんなん関係ない。ゆうなしとあーちゃんの目が好き。ほんと嬉しい。でも今日はちょっとなんか目がトロンとしてます。眠いってわけじゃないのに、なんか今日目がちょっとあんま開きが良くなくて。コンタクト入れてるよ。柔らかいの好きにならないと福岡人にはなれないよ。でもね、柔らかいうどんも食べるけど、どちらかといったら硬い派なんですよね。神奈川戻ってくるとやっぱ地元の温かさとか感じる。いや、なんか落ち着きますね。あー、この感じって感じかな。あとやっぱちっちゃい頃から知ってる友達が多いから、あのテンションっていうかノリがなんかやっぱ一緒なんですよね。ラーメンはあんまこだわりないかも。でも細い麺よりもなんか太い麺の方がラーメンは好きです。そう、家系ラーメンの麺がめっちゃ好き。地元帰って食べたくなるものってある？お家の近くってか、私が好きなしゃぶしゃぶ屋さんがあってそこかな。つけ麺は食べたことないです多分。
私多分つけ麺食べたことないかも。食べたことないものリスト、つけ麺、カレーうどん、あとなんだろう、アップルパイもないかも。なんだろう、セロリとか、あとはなんだろう、それくらいかも、わかんない。でもっとなんかあったら、パクチーもないかも。冷やし中華はあるかな、多分わかんない、どうだろう。でもつけ麺とカレーうどんはないです。で熊本のイベントの時にあれ初めてカレーパンを食べたから、カレーパンは食べれるようになったのよ。食べれる、食べたことないリストからなくなった。アップルパイないよ実は。なかなか食べる機会なくない？食べようって思わなくて、あんまりアップルパイを。なんかなんでだろう、ナンは給食で出たことあるから食べたことあります。カレーパンマン今までどんな顔して見てたの？あんまカレーパンマンのことを見てなかったのか。カステラはあるよ、あのまどちゃんの卒コンのカステラ食べた、美味しかった。食べたことないものリスト作ろう、確かに作ろうごめんなさい、アンパンマンはやっぱドキンちゃんとか見ちゃうかな女の子なので。アサイーボールとか食べたことない、そうないの。アサイー食べてみたい。ホルモン食べたことないか。ナンはそう給食出たカレーとナンの日があった。おキュートって何ですか、調べよう、すぐ検索かける。おキュート、あ、ないね、食べたことないです。あ、海藻なんだ。そう、これからねお鍋がいいよね。千綿のカレー美味しかったよ。西京焼きは多分あったと思う。西京焼きなんかどっかで食べたことある、すぐ調べる。多分あると思う。馬刺しはないな。あ、馬刺しないかも。なんか食べたことないですね。なんかあの赤、なんか火が通ってないお肉を食べるのが怖くて、結局馬刺しはいつもあの火よって食べれないの。何鍋が好き？キムチとか？キムチ鍋好き。クジラはあるんです。給食にクジラの唐揚げが出てきたことある。レバーもないかも。なんかあの赤、なんかお肉は火ちゃんと通っててほしいっていうなんか謎の概念があるので、なんか食わず嫌いですかね。やっぱ辛いの好き。そう好き。ジンギスカンはね食べたことあるよ。呼ばれた気がした。おやおやおや、あーなるほどね、大人になると美味しく感じる。なるほど。サーモン好きよ。
でも好きなお寿司はやっぱホタテとカツオなんですよね。渋いって言われる。お寿司屋さん行ったら絶対ホタテは食べます。あとイクラとマグロとサーモン、カツオ、スタメン、エビも食べるときある。え、カツオって美味しくないですか？カツオがめっちゃ好きなのよ。だからカツオいいよね。生姜つけて食べるのが好きですよ。焼き鳥は断然モモが好き。わさびはめっちゃつけるタイプの人で、この間わさびつけすぎて胃もたれしたんですよ実は。だから反省したの。もうわさびはつけすぎないって決めた。何事もつけすぎは良くないな。カツオはたたきじゃなくて普通刺身が好きです。なんか本当にあのわさびのつけすぎは良くないなと思いました。わさびそのまま食べれる人、イエス、実は食べれる。いや本当にわさびで胃もたれしたのは自分でもびっくりしたよ。なんかお寿司食べすぎたで胃もたれだったらわかるじゃん、生ものだしさ、わかるけど、でもそこまで食べすぎたってほど食べてないし、なんか自分ですごいちょうどいい量食べたのに、あのわさびをねつけすぎたせいで、その日お昼に食べたんですけど、午後までずっともう胃が痛いだった。胃がね、ちょっとその時はあんまちょっと働いてくれなくて涙した。でも昔から割とお父さん世代が好むような食べ物が好きですよ。枝豆とかイカの当たり目とか。寿司行ったら10皿超える？どうなんだろう、超えないと思う多分。わさび美味しいよね。なんかわさびを食べれるようになったら世界が変わりました。美味しくて、もうわさびを好きになってからお寿司めっちゃ好きになりました。前も好きだったんですけど、余計にっていうかめっちゃもっと好きになった、わさびのおかげで。だから最近の好きな食べ物って、好きな食べ物ってなんか一生固定されなくないですか。最近だとさつまいもとお寿司が好きなんですよ私は。だからお寿司が食べたいなっていうお寿司が食べたいな。気がついたら1時間も話してるんだね。なんか今日話が尽きないよ。変わるよね。うなぎ美味しいよね、大好き。でもうなぎって結構さ好き嫌い分かれません？私はめっちゃ好き。ピスタチオもずんだも意外と渋いかも。わかる。友達にね、私があのピスタチオとずんだがめっちゃ好きって話したら渋って言われた。抹茶じゃないんだって言われたけど、私抹茶は食べれないからさ。本日も可愛かったのフェスまで頑張れる、頑張ってね。やっぱね、あのうなぎ骨とかがさやっぱあるからさ、それかなっていうのもあるよ。でもうなぎは美味しいよ。一回浅草でなんか親戚と家族とうなぎを食べたのを覚えてるんですけど、めっちゃ美味しかった。そう、私福岡に引っ越してきてから柳川のうなぎを食べてみたいなってずっとね思ってるから、行けたらいいな。焼肉とお寿司ならどっちを選びますか？今ならお寿司。でも山椒かけられないです。
そこだけまだ子供。ずんだシェイクはもう大好き。東京行ったら飲めるときは絶対飲んでます。しかもちゃんと一番でかいやつで飲んでる。後悔したくないからさ、ちゃんとでっかいのを買ってる。じゃあそろそろランキングを読みたいと思います。13位がコムさん、12位ウッチーさん、11位ユキオさん、10位がアオイちゃん、9位が博多の細麺さん、8位がタカさん、7位が優しいおめめさん、6位が滝田さん、5位がペネさん、4位が井上幸宏さん、3位がはやった、2位がアキラさん、1位がコウキさん。ありがとうございます。あかりしかだって。やったー。じゃあ今日は8時になったら TikTok をのけちゃおうかな。最近 TikTok よく撮ってるのだから8時にあげようかなと思うので、7分後に TikTok 集合でよろしくお願いします。バイバーイ。今日はありがとうございました。1週間